奏者をお届けします。リュートとは小楽器。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃん、あちゃんちゃかちゃんちゃんちゃんという弦楽器の一種、小楽器の一種です。リュート奏者、曲に応じた楽器の音色をイメージして弾くのがポイントです。指番号も指くぐりもゆっくりゆっくり練習すれば必ずできるようになります。リュート奏者。スタッカートにスタッカート、スラーにマルカート、レガート、アーティキュレーションもきれいに表現するのもピアノ上達の鍵です。リュート奏者とは小楽器の一種で弦楽器でございます。中国には2個、沖縄には三線という楽器があります。ピアノは万能のオーケストラ楽器です。いろんな音色を奏でることが可能なんです。曲に応じた音色をイメージしてアルペジオにいろんな奏法を身につけることもピアノ上達への近道です。焦らずのんびり少しずつできることをやってみましょう。指番号も指くぐり。ゆっくりやれば怖くはないのでございます。リュート奏者をお届けいたしました。ピアノを弾くならぜひ。当ピアノ教室をおすすめいたします。コードネームの基本から簡単なピアノアレンジ、表現のコツ、楽しさからゲーム感覚でなぞなぞダジャレ、笑い声がたくさんでございます。手首を柔らかくして脱力を身につけましょう。脱力こそピアノ上達の鍵なんです。手首が硬いと緊張していては良い音色が出ません。手首を柔らかく柔らかくフレーズ豊かに弾きましょう。それではまた、バイバイキン。